レナの元気、戻ってくれるといいのですが。大丈夫だよ。ミオンがきっと何とかしてくれると思う。一人だとろくな考えにならないけど、レナもミオンだったら、いろいろと話しやすいだろうしさ。に、さすがは婚約者なのです。だから違うって。ほら、俺やリカちゃん相手だと、レナとしても、やっぱりメンツってものがあるだろう。その点、ミオンは年上だし、なんだかんだで親身に話を聞いてくれると思うからな。まあ、金銭的な被害もそれほどなかったことだし、あとはレナ次第だ。ちゃん、リカちゃん、み、どうした？ぼーっとして。大丈夫か？大丈夫なのですよ、ニパーン。そうか、ならいいんだけど。み、それじゃあリカちゃん、また明日。待ってください、ケイチ。ん？何？リカちゃん。ケイチ、一つだけ聞かせてください。ケイチ、あなたは誰ですか？え？僕の知っているケイチは、とても行動力と頭の冴えのある人でした。だから、いつも一人で考え、判断して、いろいろなことをやり遂げてくれましたが、その反面、独断で動いて、暴走して、破滅することも多かったのです。少なくとも、仲間をこれほど強く信頼して、迷いもなく動けるような人ではなかったはずなのです。リカちゃん。確かに、ケイチは僕が時間を巻き戻すたび、少しずつ成長して僕の前に登場してきてくれました。レナの暴走を自分の失敗と置き換えて心配し、最後は止めてくれました。鉄平がサトコを連れ去った時もそう。殺意に走ろうとしたシーたちを止めて、みんなを集めて役所に押しかけ、ついにはお寮を説得してサトコを救い出してくれました。だから、あなたの優しくて強い心は、信じてもいいかもしれない。でも、
この世界のあなたは、僕にとっては、異常にしか見えないのです。教えてください。圭一、何がこの世界のあなたを、そこまで強くしたのですか？なぜ、仲間たちの信頼を、そこまで無条件に信じられるのですか？私の知っている圭一は、そんなに強い人ではなかった。だから、時には疑ったり、恐れたりして、結局。リカちゃん、圭一、これは？見ての通り、モデルガンの弾だよ。ちょっとだけ真面目な話をしたいんだ。聞いてくれる？僕はさっきまで真面目な話をしていたつもりなのですよ。ごめん、間違えた。とにかく聞いてほしいんだ。いいかな？ちょっと前に親戚の葬式で東京へ戻ったって言ったよな。実はもう一つ用事があったんだ。リカちゃんは俺の過去についてどれだけ知ってる？例えばその東京で俺が起こした問題とか。そっか、やっぱり知ってるんだ。だったら説明はいいかな。実はその最後に俺が撃った相手の家に俺は行ったんだ。親父もお袋も何度もやめておけと言ってくれた。金銭で示談も済んだ話だし、親同伴とはいえ一度は謝罪にも言った。今更蒸し返しても相手の感情を逆なでするだけだってね。でも俺が納得できなかった。結局俺は罪を犯したのにそれを償わなかったばかりか、食材を両親に肩代わりさせてその陰に隠れるという卑怯を働いた。それがどうしても許せなくて、傷つけたたくさんの相手、その家族、そして俺の両親。今までの俺は誰の気持ちも全然考えたことのないどうしようもないバカ野郎だった。そんな俺がたまらなく嫌で情けなくて、せめて親にかぶってもらった本来の罪と責任だけは自分の手元に戻しておきたいと思ったんだ。思いっきりぶん殴られるつもりだった。会ってさえくれないとも覚悟していた。でも電車に乗って道を歩いて、その人の家が近づくにつれて勇気がどんどんなくなって、足が地面に吸い付くかと思うくらい重くなっていった。お金を払ったんだからいいだろう。警察にも捕まって示談も済んで納得してくれたんだからいいだろう。それに一度はちゃんと謝った相手なんだし、信号や交差点で立ち止まるたびに自分に言い訳して何度引き返そうと思ったかわからないくらいだ。それでも何とか我慢して耐えて、自分の顔を何度も殴りつけて、ついにその家の前にたどり着くことができた。チャイムを鳴らした。ものすごく音が響いて心臓が凍るかと思った。
インターフォンに人の声がした時は、何をどう喋ったらいいのかわからなくて、喉が震えて、全身から力が抜けて、目から涙がポロポロ出てきた。それでも、なんとか声を振り絞って、前原圭一です、と名乗った時、インターホンの向こうで、人の息を飲む声が聞こえた時は、もう死にたいくらいだった。その後は、どれだけ待ったか覚えていない。長かったかもしれないし、あっという間だったかもしれない。でも、俺にとっては、死刑宣告を待っているみたいに、いつまでもこの時間が続くんじゃないかって。そして結局、ずっと待っていても、終わりはないんじゃないかって。そんなくらいに長くて、心細くて、全身から冷たい汗が止まらなくて、目の前がぐるぐるうねるように回り続けるような、地獄の苦しみだった。そしたら、信じられなかった。俺の願望が、夢を見させているんだと思った。だって、扉の向こうにいたのは、忘れもしない、その女の人だったんだから、その人を見た。包帯が取れていた。怪我が治っていたんだ。そう思うと、それだけが嬉しくて、救われて、申し訳なくて、もう、何もまともに考えられなくて、俺は、大声で泣いてしまった。その場にへたり込んで、もうわーわーと、ひたすら声を絞り出して、ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさいって、その人に解放されてからも、玄関の中に入れてもらった後も、それだけしかもう、言葉が思いつかなくて、必死にそれだけを、繰り返していたんだ。それで、どうなったのですか？その人の親父さんには、殴られる覚悟をしていたんだけど、殴られなかった。代わりに、厳しく怒られて、諭されて、その方が、むしろ答えたな。もちろん、泣いて謝ったところで、解決にはならないし、俺の犯した罪が消えるわけがない。でも、その人が、最後に言ってくれたんだ。あなたを、許します、って。そして、それが、その人の目を傷つけた、モデルガンの弾だ。ずっと持っていたらしいんだけど、帰り際に、俺に渡してくれて。もう二度と、誰も傷つけないと約束してください。そして、この弾は、その誓いとして、あなたが持っていてくれますか？だから、俺は誓ったんだ。もう二度と、バカなことは考えない。俺のとんでもない悪さのおかげで、たくさんの人が嫌な思いをした。だから俺は、これからは自分の周りの人たちのことを守って、傷つけない人間で居続ける。そう決心したんだ。それが、俺にできる贖罪だと思うから、さ。圭一。圭一は偉いのです。ちゃんと逃げずに
戦うことを選んだのですね。それは違うぞ、リカちゃん。俺は罪を償ったことで、優しい気持ちと信頼する心の大切さを知った。でもそれを実現させてくれたのはリカちゃんなんだよ。僕がですか？ああ、覚えてくれてるかな。リカちゃんはあの時言ってくれた、圭一を許しましょうって。かっこ悪かったよな。俺は誰かに許してもらいたくて、自分の浅ましさから目をそらしたくて、慰めてもらおうと卑怯なことをした。でもリカちゃんはそれを全て分かった上で俺を許すと言ってくれた。だから傷つけた相手に謝りに行く勇気を持つことができたんだ。圭一、まさか。圭一を許しましょう。圭一は自分で自分の罪に気づきましたのです。それはとても偉くて普通ではありえないことなのです。だから誰も圭一の偉さがわからなくて、それを許してあげることはできませんのです。でも僕にはそれを許すことができます。僕には圭一の凄さがわかるのです。リカちゃん、私はこれが奇跡であることがわかる。だってこれはありえないことなのだもの。あなたが別の自分の罪に気づくなんて絶対にありえないことなのに、あなたはそれに気づけた。それはきっとこの地上に具現するどんな奇跡すらも霞むほどのもので、信じられないくらいに尊いもの。あなたは逃げなかった。だからリカも本心からそう言ってあげられたのですよ。あの時の言葉があったから俺はあの時もレナを救えたんだと思う。そしてこの世界でも自分の罪を償って救われて、みんなへの信頼を強く持ち続けることができた。みんなリカちゃんのおかげなんだよ。圭一、ありがとうな、リカちゃん。そしてごめん、思い出すのが遅くなって、レナのあの姿を見るまでずっと忘れていた。あの時のお礼、今こそここでさせてもらえないかな。前は手伝えることがあればなんて言ったけど、今は違う。力になりたいんだ。
自分が大嫌いだった俺を救い出してくれたリカちゃんが幸せになる方法を一緒に探させてくれないか。ケイチ。ごめんなさい、ケイチ。僕は、あなたにひどいことをたくさん言いました。ひどいこと、たくさん思っていました。あなたの優しさが、怖くて、信じられなくて、疑いの目で見てしまって、ごめんなさい。俺だって、ごめん。以前の世界では、いろいろと、リカちゃんに迷惑をかけていたんだろう。はっきりとは思い出せないけど、俺も、さっきリカちゃんが言うように、みんなのことを疑って、結局、勝手に自分を悲劇の主人公に置き換えて、破滅したりしていたと思う。だから、今度こそちゃんとやりたいんだ。俺は、力になれるかな、リカちゃん。はい、なのです。ケイチがいてくれると、とても心強いのです。僕はこの世界で、一人で戦わなくてはいけないと思って、ずっと、辛かったから。リカちゃんは一人じゃない。ミオンもレナも、サトコもシオンも、みんな仲間だ。だから、時期が来たら、すべてを話して、みんなを巻き込んで戦おう。きっと打ち破れる。運命なんて、金魚すくいの網と同じだからさ。ケイチ。リカちゃん。ずっと秘密にしておこうと思ったこと、あなたには打ち明けます。だから、救い出してくれますか。この無限に続く地獄の輪廻の監獄から、私と大切な仲間たちを。ああ、もちろんだ。私たちの敵は高野美代、雛見沢で起きているたたりは、すべて人為的に起こされた陰謀なのです。